皆さんこんにちは、岡本一郎です。本日は2023年12月27日になります。水曜日、水曜日お休みなんでね、まあちょっと午前中はぐったり休んでたんですけど、午後から動き出しました。ここは新潟市南区になります。旧白根のね、商店街のあたりになります。左にはね、中野口川の土手があって、タコ合戦ですかね、白根大タコ合戦の時にものすごくにぎわうね、場所でございます。今年は見に来たんでね、大タコ合戦の動画上げてますけれども、ここのね、南区、まあ、南区全体のですね、名物や、食べ物とかをですね、アクリルキーホルダーにした南区ガチャっていうのがね、町ガチャか、南区町ガチャっていうのが最近ね、ちょっと話題になってるんですよ。それをやりにですね、今日はこの辺りにやってきました。新潟市南区内のね、10カ所ぐらいのところでね、そのガチャが設置されてるらしいんですけれども、まずはね、まあ、10回ぐらいやってね、10種類あるんですけど、10回やって10種類まずね、全部は出ることないと思うんですけれども、まあね、そんなあんまりたくさんやってもね、なんで、はい、10回ぐらい回そうと思ってるんですけど、ちょ、駐車場をどこに止めようかが悩むとこですね。まずはね、まあ、3回か4回ぐらいずつね、別の場所でやりたいなと思ってるんですけど、いや、同じとこでやった方がいいのかな。まずはこのね、大和屋パーラーさんですね。で、ここでソフトクリームとかあるんですよ。ソフトクリームとか食べ物とかも食べれんのかな、ちょっとわかんないけど、ちょっとこの辺に駐車してですね、この大和屋さんのところでですね、この中にも設置されてます。大和屋パーラーさんのね、ハス向かいぐらいにこのミニパーク、商店街来訪者用の駐車場がね、ちゃんとあるんで、はい、ここ非常にいいですね、止めれます。それでは大和屋パーラーさんに向かってみましょう。白根の商店街、なかなかね、素敵なとこですよね。食べるとことかあんのかな、お腹減ったな。はい、外は寒いです、すごく。今日はまあ気温は低い、まあ久しぶりに晴れたからね、まあいい感じのまあ気候なんだけど、寒いことは寒いね。では大和屋パーラーさん、ちょっとなんか緊張するね。行ってみようか。撮影 OK かな、どうだろうね。ソフトクリーム、白アイス、小倉アイス、そして自販機があります。クレープ、チョコバナナ、キャラメルバナナ、はい、なかなか素敵なとこなんですよね。お邪魔してみましょう。ありがとうございます。じゃあ、すみません、させてください。まだ中身たくさん、これは結構なんかどうですか、結構皆さんやられてます、うん、はい、やっぱり結構話題になってますもんね。そうですね、はい、ちょっとじゃあこれをじゃあ回していきましょう。ありました、2段になってて、上と下同じが同じなのかな、はい、300円。これをじゃあね、10回やっていこうか、あれ、こんな感じ、こんな感じですね、はい、それでは一応ほら、これがね、やっぱどうしても狙いというか欲しいやつですね、うん、これ全部なのかな。かぼちゃ電車、グレープガーデン、大和屋パーラーさん、ここのものもね、ここのものあります。岩吉合理店、甲子屋丹四郎ってのかな、あとタコのマンホール、ガウリパーク、白根ポーク、各ページ、あとタコですね、タコ合戦ですね。まずは一発目いきますよ。狙いはかぼちゃ電車。あれどういうこと、どうしてわからない。トラブル、はい、ありがとうございます。なんか引っかかってたみたいですね。それでは1個目手は開けてみましょう。まずはここで、ね、開けてみます。はい、あれ、これは、あ、これなんだろう、あ、グレープガーデンだね。グレープガーデン1個目出ました。はい、とりあえず置いときます。10回やっちゃおうかね。では2回目、はい、はい、いきます。2個目、あ、同じのが出た。マジか、いきなりかぶりましたね。では
回目。これ戻さなかったのか。待てよ。いきますよ。お、なんだろうこれ。牧場みたいなやつ。アグリパーク。アグリパークってどこなんだろうね。はい、3つ目。ここでやった方がいいよね、多分ね。戻してから、なんとかかぼちゃ電車が出てほしい。あ、これはあ、ダン吉合理店です。ダン吉、これ動画上げてます、過去に。はい、後でまたゆっくりお見せしますんで。はい、はい、いきますよ。5回目。白根ポークじゃない白根ポーク。はい、5回やっちゃう。あともう全部いますよ。はい、来てくれ。6回目。頼む。あー、また被った。ダン吉ゴリ、これ結構厳しいね。ここでやっちゃいます。かぼちゃ電車出るまでやろうと思ったんだけど。いくよ。あー、タコはタコ、とりあえず被んなかった。はい、下もやってみる。行くよ。行くよ。あー、またこれ3つ目。しょうがないね。これ視聴者プレゼントしたいぐらいなんだ。同じとこでやってもいいかな、これ。こっち、例えば上で上ばっかり減っちゃうよね。行くよ。あー、これやばいね。なかなかかぶるね、やっぱり。10回だ、最後。これ最後、なんとかかぼちゃ電車出るまでやりたい。はい、行くよ。あー、これまたかぶった。これは厳しい。ありがとうございます。なかなかね、頑張りますね。いや僕悪いんです。ありがとうございます。これで、あ、難しいですね。いや、なかなか出ないです。はい、あーぐらいですよね。そうですよね。ありがとうございます。はい、いや、なかなか出ませんね。ありがとうございます。すいません、はい、申し訳ないです。すいません、ありがとうございます。ちなみにここ、タコ合戦の時に、ラーメンとかってやってたじゃないですか。あの時だけなんですか、やっぱり。そうです、タコ合戦。そうなんですね、はい、ありがとうございます。なるほど。あ、食べてみたかったです。あの時食べればよかったです。また今度にしようと思ったら、次来たらないんですね。ないんです。はい、すいません。それではもう何回か回してみますね。行きましょう。かぼちゃ電車出てくれ。頼む。お、なんだこれ。おー、段四郎味噌が出ました。これも欲しかった。よかった、かぶらなくてよかった。とにかく、はい、それではあと、そうだね、2回。これで壊れた。はい、怪しい。めっちゃこれ、めっちゃ、どうしよう。来ますよ。あー、出た。あれなんでしょ。嬉しい。ありがとうございます。いやー。
これで、いや、帰れます。はい。いやー、ありがとうございました。よかったー。はい。後でおさらいして、はい、ありがとうございます。これ、どうしようかな。はい。この時期でも白アイスとかってあるんですか？あ、じゃあ白アイス1個もらって、ありがとうございます。柔らかい方ってあります。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あ、持ち帰りで、はい、持ち帰ります。はい、ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。はい、いやーよかったと、本当に、あ、いいですよね、はい、いや本当にありがとうございます。あ、そうなんですか。いや羨ましい、僕 ないんですよ、僕 ないんですけど、でも映画館あの電車が好きで、はい、もうしょっちゅう行ってるんです、しょっちゅう見に行くんですけど、はい、あれ強くしたからなおさら覚えられます。そうなんですか、羨ましいですね。いやいや、そうなんですね。ございます。すいません、じゃあ持って帰ります。お邪魔しました。いやよかったです、ありがとうございました。あ、すいません、ありがとうございました。お邪魔しました。どうも、お邪魔しました。あの全種類は多分出せなかったんですけど、結局いくら使ったんだ、3600円か、3600円。はい、そして白アイスですね。白アイスの方が安い、白アイス250円です。これ食べます。はい、袋いただきました。全部で12回やりましたね。3600円分です。はい、これまあゆっくり後ほどお見せしようかと思います。まずはこの大和屋パーラさんのね、まあ名物といえば名物ですね。一応甘味どころですよね。はい、ソフトクリームなんかもあるんだけど、このね、僕はね、こんな真冬のね寒い時期ですけども、白アイス売ってました。250円。いただきます。うん。これ新潟では割とね何軒か食べれるんですけど、有名らしいんですけど、僕は白アイスって、うん、全く知らなかったですけど、うまいんですよ。甘すぎず、うんうん、歯に染めるけどうめえ。あのなんつったらいいんだろうな、うん、おいしい。皆さんが多分想像しているより美味しい。なんつったらいいんだろう。うん、うまい。これ大好きなんですよ。うん。あー、最高っすね。うん。この白アイスというのを、もともと知ったのは、あそこなんですよ。あの、柴田市の、杉崎霊華というね、アイスクリーム屋さんで初めて知ったんですけど、うん、これからなんか、うん、なんか白アイスがえらく好きになっちゃって、ネットで調べると、このね、白根の大和屋パーラーさんだとか、亀田の、長谷川熊野城商店だったっけ？どっちも動画上げさせてもらってるんですけど、うん。でもこの、やばい。大和屋パーラーさんのが一番うまいかな、最高。うん、素朴な味ではあるんだけど、うん、ベタベタで甘いとかじゃないんですよ。うん、すんごい爽やかな甘さでめちゃくちゃうまい。うん、最高ですね。でも、うん、まあまたね、こういうのは本当一気にさ、やった方がいいんだろうけど、お金かけて、同じ場所でね、もうそのガチャのやつ全部出すぐらいの勢いで。まあとりあえず僕はね、今日はカボチャ電車が出るまでやろうってもともと思ってたんで、もっと早く出るかと思ったけど、意外と出なかったからね、最後の、最後というか、まあ千、その3000、10回はやろうと思って、その10回で出ると思ったんだけど、出なかったんですよね。うん。でもまあ、とりあえず出すことができたんで、よかった。ね。被ったやつはまあ、どうしようか。はい。お家に帰ってきました。はい、それではね、お店の中で全部開けたんだけどもですね、全部またね、おさらいして、ね、皆さんにもお見せしようかなと思います。やった回数は、3、6、9、12、3、4、12、12回ですね。
全部で3600円回してきました。カプセルはこのね、中が全然見えないタイプはなかなか珍しいというか、最近こういうのなのかな。こうガチャガチャってほら、側面とかからさ、透明で中見えるじゃないですか。そしてさらにこれがカプセルが透明だから、その中も見えたりして、あ、なんか何回目ぐらいにあれが出るかなみたいな、それも楽しみの一つだったのかもしれないですけど、今回はね、これ本当に何が出るか全然出てきて開けなきゃわからないといった状態ですね。はい、それではですね、何個も被っちゃったけど、まあ一個ずつね、開けていきたいと思います。まず、はいはい、これ一番被ったやつですね。一番被ったやつ、何だったっけこれ、これは、あ、これが、あ、これはね、グレープガーデンですね。はい、こういった感じでね、大凧合戦が割となんか メインじゃないだろうけど、わかんないけど、ね、こんな感じであります。そして僕がね、一番目当てだったかぼちゃ電車、もうこれが出るまでね、やり続けようと思った感じのものですね。格別紙多分出ませんでした。そして白根ポークですね。白根ポークは出たかな、グレープガーデンも出た。グレープガーデンはこれ一番いっぱい出たね。これですね、ちなみにこれ。はい、そして大和屋パーラ出なかったんじゃないかな。大和屋パーラで回したのに大和屋パーラ出なかったかもしれない。いまいち覚えてないけど、ダン吉氷出ましたね。そしてこのね、これ多分麹屋っていうのかな、麹屋ダンシロ味噌、味噌屋さんですね、出ました。そしてこのね、タコのマンホールも出したかったけど出なかったね。アグリパーク出ました。意外とやっぱ被っちゃってね、なかなか出ないんですよね。まあ希望のものが出ない。まあそしてこれね、1個目はじゃあこれですね。はい、置いていきます。そしてじゃあ2個目開けてきますよ。はい、これが白根ポークですね。白根なんかポタって見えたんだよね。なんで白根ポタって思ったんだけど、白根ポークですねこれ。はい、こんな感じ。安全新鮮美味って書いてあるのかな。ちょっと字が小さくて分かんないけど、裏は基本的に白いですね。あ、そしてほら、 JA 新潟輝きっていうね、書いてありますね。こんな感じ。さっきのあのね、基本的にアクリルキーホルダーと、このちっちゃいね、札、ね、これ。白ね、グレープガーデンの、このね、向こう、現地にある看板と同じだね。現地にある看板と同じ看板のね、小さくしたものがありますね。はい。はい。まあ、白ね、ポーク、出ました。よかった。でも出て。はい。それでは、三つ目開けていきましょう。じゃ、結構長くなっちゃうかな、こんな話してたら。はい。ああ、そしてこれ、かぼちゃ電車ですね。かぼちゃ電車、もうほんと一番望んでたもの。出てよかった。本当に、だって下手するとさ、もう全然もっともっと出ないでしょ。だからもう3200円で出たら、ほんと3200円、いや3000、ごめん、3600円か。3600円、目で出たんですよね。うん。3600円。僕さっき3200円って言ったかもしれない。間違い。はい。月形駅のかぼちゃ電車。いいですよね。いいですね。そして月形駅のこのね、駅表っていうのかな、これがね、ついてます。はい、出てよかった。これがね、一番の目当てでしたね。はい、そしてこれ唯一ピンクだね。唯一ピンクの、はい、ガチャカプセル開けてきます。はい、これ当たりなのかな。そういうわけじゃないよね多分ね。はい、大凧、なんていうんだっけこれ、なんだっけこれ、若、いや違うな。なんとか組とかね、あるんだよね、これね。ちょっと俺、あんまり詳しくわかんないけど。そして、白ね、大凧合戦というね、こんな感じのね、ものがついてますね。あ、もったいなくてつけらんないよね。でも出てよかった、これも。これも欲しかったやつではあるね。はい。なんか当たりなのかな？当たりってわけじゃないと思うんだけどね。これ。うん。なんかでもこの切り取りのこの端というか、一番ほら、南区ガチャのメインな感じで。出てる、ね、ちなみにこれは町ガチャ研究所というところなのかな。ほら、新潟市南区とは、新潟県の内陸に位置する新潟市南区は農業が盛んなエリアです。県内有数の生産量を誇る量産物の宝庫として知られ、フルーツや野菜、豚肉など多彩な農畜産物が育てられています。さらに初夏の風物詩である白根大凧合戦をはじめ、歴史ある伝統文化が息づく町でもありますと書いてありますね。息づくって書いてあるんだよね。もうちょっとなんか字が細かくてよく見えないんだけど、はい、これなかなか素敵ですよ。全種類出したいですね。うん、全種類出したいんだけどね。うん、
ちなみにこのできるところはね、10箇所ぐらいですね。まあ、この辺に晴れたら貼っときますけど、うん、10箇所ぐらいのところで、これはね、できるといった感じになります。僕はね、今日回したのはもう全くの一箇所ですね。この大和屋パーラーさんですね。でも大和屋パーラーさんのこれ、あ、これか。大和屋パーラーさん確か出なかったんじゃないかな。これ見覚えないもんね。うん、ちなみに白アイス食べてきました。めちゃくちゃ美味しかったですよ。はい、続いて開けていきましょう。オープン。はい。あ、これが団吉氷ですね。ちなみに団吉氷のね、動画上げてます。このね、かき氷がめちゃくちゃ美味しいお店ですね。まだ歴史は浅いんですけど、おととしぐらいからかな、団吉氷スタートしたのは2回行ってます。ちなみにこのかき氷、1個だいたい1600円から1700円ぐらいというね、すごい高額のかき氷なんですけど、でも損はないです。めちゃくちゃ美味しい。とにかくうまい。もうびっくりしますよ。1600円、1700円の価値のある、かき氷でございます。フルーツをね、凍らせて、そのフルーツをこう、なんつうの?かき氷描いてる感じのね。めちゃくちゃ美味しいです。氷の上に蜜をかけてかけてる、かき氷とは全然違うものでございますね。はい。美味しいですよ。とっても。はい。そして、開けていきましょう。どんどん開けていきましょう。はい、次に出てきたのは、はい、これが団吉氷か。はい、2個目でございますね。はい、団吉氷2個目。はい。はい、そして、どんどん開けていきましょう。あ、そしてこれですね。これが、アグリパークですね。アグリパークって、なんだろうったっけ?多分農協がやってるとこだと思うんだけどね。アグリパーク。こんな感じ。で、牛の絵が書いてありますね。で、牧場?牧場なのかな?なんて書いてある?字が細かくて読めないけど、農業を学ぶ場を提供する日本初の 公立教育ファーム、農産物の収穫や家畜の乳搾り、新鮮な野菜を使った調理を体験。あ、そうなんだ。あ、そういうとこだったんだ、アグリパークって。あ、いや知らなかった。なんか農協の関係のなんか建物かななんて思ってたけど、アグリパーク行ってみたいね、今度ね。撮影できるなら全然行きたい。アグリパークですね。はい、よかった出て。いや、ほんと、大和屋パーラーさん多分出てないんだよな。それがちょっとね、多分、ちょっといまいち覚えてないけど、開けてきます、どんどん。はい。そして、段四郎味噌ですね。わかりますか?段四郎味噌。僕ね、何回か動画の中でね、宣伝してるんですけど、うちはこれです。もう、段四郎味噌。もっぱらずっとこれですね。段四郎味噌の、多分この銀色のやつだったと思うんですけどね。まあこの金が一番高いのかな。多分その熟成度なのかな、わかんないですけど、非常に独特な味ではありますけど、僕はもう一度食べたら癖になる感じのね、美味しい味噌汁ができますよ。はい。麹屋っていうのかな、これ麹屋だよね、おそらくね。段四郎。はい。非常に美味しい味噌ですよ。おすすめです。はい。段四郎味噌。出てよかった。はい。そして、どんどん開けていきましょう。はい、そして、これ何だったっけ、これ。これですね。はい。グレープガーデン。はい。被りました。2個目ですね。グレープガーデン。グレープガーデン、やっぱ3つか4つ出たような気がするんだよな。はい、どんどん開けていきます。はい。はい、グレープガーデン。しょうがないよね、これはね。もうね。ガチャのもう本当に宿命ですよね。もうね。ね、出るまでやる。まあね、3つ目。はい。これがやっぱ出たね。結構グレープガーデンがね。はい、どんどん開けていきましょう。はい、これがグレープガーデン出た。グレープガーデンがいっぱい出ちゃった。まあいったね。しょうがないよね。もうグレープガーデンね。はい、開けていきましょう。ラストですね、ラスト。これ何だったっけな。はい、グレープガーデン。あ、そんなに出たっけ。いやー、これはちょっと、まあまたやりたいね。いつまでやってんだっけな。そんなこと書いてあったかわかんないけど、グレープガーデンが5つ出ちゃいましたね。まあたまたまなんでしょうけど、グレープガーデン、まあね、まあ友達にあげたりしようかなと思ってますけど、欲しい方いられますかこれ。はいね。あげたいんだけど、なかなかお会いできないっていうのがありますけど、はい。まあ出なかったのは、残念ながら、大和屋パーラーさんで、ガチャを12回もやったのに、大和屋パーラーさんが出なかったと言った感じでございます。あとはね、マンホール。これも欲しかったやつですね。欲しかったやつ。あと、角兵衛獅子ですね。この3つが出なかったんですよね。
なんでまたね、市役所行った時だとか、まあ休憩時間にもしかしたらグレープガーデンね、グレープガーデン行くと意外とグレープガーデンでグレープガーデン出なかったりするかもだからね、グレープガーデンで回すといいかもね、グレープガーデンも多分入ってる、うん、と思うんでね、はい、グレープガーデンでもこのガチャがあると思うんで、うん、まあ休憩時間僕ね、西区で働いてるんで、グレープガーデンは結構こう、なんていうのかな、同じ南区でも、西区寄りというか中の方なんでね、なんで、まあ、もしかしたらグレープガーデンでガチャやってもいいかな。うん。大和ヤパーラさんで僕回して、大和ヤパーラさんでね、大和ヤパーラが出なかったんで、まあグレープガーデン、その願掛けで、グレープガーデン行けばグレープガーデンが出ないかもしれないんで、うん。5つも出ちゃったからね。はい。こんな感じ。まあでもやってよかった。うん。価値のある3600円でございました。はい。楽しかった。うん。大和ヤパーラさんのね、ちょっと、大和ヤパーラさんでも本当に、すごいいいお店でした。いかがでしたか。まあこの南区ガチャね、本当多分南区の町おこしみたいな感じでねやり始めたと思うんですけど、なかなか面白いですよね、うん、ちなみにまあ21日ぐらいからやったんで、今1週間ぐらい経っちゃうんですけど、もっと早くにね一応知ってたんでやりたかったんですけど、なかなか休みも合わなくて、来れなかったという部分がありました。はい、今日大和ヤパーラさんで、もともとの予定ではね、大和ヤパーラさんで3回やって、白根市役所で3回やって、あとはもう一箇所ね、山田お茶屋さんで3回やってとかなんかやって、そう考えてたんですけど、山田お茶屋さんとかもね、ちょっと行ってみたかったんですけど、ほうじ茶ソフトとかね、まあ、こう、外に書いてあったりしてですね、食べてみたいなと思ってたんですけど、うん。まあ、どうせならね、もう一箇所で済ましちゃった方がいいかなと思ってね、大和ヤパーラさん。そしてね、大和ヤパーラさんのね、どっちにちょこっと、動画入れますけど、白アイスっていうのがありましてね、非常に美味しいんでね、それもすっごいおすすめですね。だからそのお腹が減ってたんでね、本当はなんか食べたかったんですけど、白根の街中でね、なかなかちょうどいい感じのね、お店がまあ、見つけられなかったんで、本当はね、大和ヤパーラさんで、ラーメンとか食べたかったんですよ。だけどね、大和ヤパーラさんって、そのラーメンって、タコ合戦の時しかやってないんですって、1週間だけ。うん、だからその時にね、しか食べられないんでね、僕たまたまその大和ヤパーラさんね、タコ合戦の時に行ったらラーメンとか書いてあったから、また今度食べようと思って来たら、ね、やってないんですよね、残念ながらね、その時しかやってない、食べたかったんですけどね、はい、まあ大和ヤパーラさんのラーメンもね、ぜひまたレビューさせてもらえればなと思ってます。白アイスはね、ほんと美味しいですよ、めちゃくちゃおすすめ、はい、でございます。はい、まあ今日はね、この南区のね、新潟市南区ですよ、南区のね、僕も南区、に住んでるんでね、まあちょっとは貢献できたかなと思って、でこれもねまたハッシュタグつけて、またね、ツイッターとか X か X とかインスタグラムにも載せさせてもらおうかなと思ってます。非常にまあ僕はこれが目当てだったんで、まあ出てよかったです、とってもよかった、はい、というわけで今日はね南区ガチャ、皆さんもぜひやってみてください。たくさんね、まあ設置場所がね途中で載せてると思うけど、僕がね、はい、10カ所ぐらいのねところで回せます。1回300円、うん、ちょっと最初ね、なんか回んなかったからね、何だったんだろうって思ったけど、まあまあ、その後順調にね、出てきました。まあこの力抜けるよね、これまあ白根グレープガーデンはもう好きなんでね、うん、好きなんで、はい、まあよかった、よかったです5ついらねえかって話ですけど、はい、というわけで、まあね、またこう、ね、何回かまた回してみてね、まあこれだけ出ちゃうとね、やっぱり、うん、ピンポイントで、な、大和ヤパーラさんとか、で、マンホール出したいね、タコのマンホール、うん、ね、マンホールちょっと出したかったですけどね、まあ、角兵衛寿司もね、僕、月形が近いんでね、角兵衛寿司も出てほしかったけどね、まあ、ちょっとずつまたね、タイミングで300円ずつやっていこうかなと思って、それはまあ、それでインスタグラムとかで時々あげようかなと思ってますんで、でね、SNS なんかもフォローぜひね、していただければと思います、ソロバックね、インスタグラムだけちょっとね、なかなかまあ変なメールがいっぱい来ちゃってね、トラブってるんでね、なかなか見つけられなかったりするんですけど、あとはね Facebook と Twitter ぜひね、まあフォローしていただければと思います。はい、ぜひね、あとチャンネル登録、グッド評価、コメントなど入れていただけると非常にありがたく思います。はい、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。まあこんな感じで戦績ということでございました。はい、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。